ロンドン地下鉄セントラル線の鉄道駅である。1923年設立。開業当初は2面2線の相対式ホームを持つ地上駅であった。セントラル線の列車が発着する。この駅はトラベルカードゾーン3に属する。なお、この駅でトラベルゾーン2になる。単式ホーム1面1線、島式ホーム1面2線の計2面3線ホームある。 地上駅である。なお、抽選は、主に当駅止まりの折り返し列車が使う。ホームは、南北方向に伸びており、都心方面の東行きの列車は南を先頭に、イーリングブロードウェイ駅行き、ウェストライスリップ駅行きは北を先頭にして発着する。駅は、国道 A40 と A400 の交差点から北に、約300メートル行ったところにある。駅は、 窪地の底にあるため、道路よりも約3回分ぐらい低いところを走っている。駅東側にはナショナルレールの線路がありまれに回送電車などが走行をする。駅の西側300メートル付近にはポイントがある。これはウェストアクトン駅方面とウェストライスリップ駅方面の列車が分かれるためである。この駅でウェストライスリップ駅方面の列車と イーリングブロードウェイ駅と合流するため、この駅から東側はおおむね5分間隔になる。逆に、イーリングブロードウェイ駅方面の列車と、ウェストライスリップ駅方面の列車は5分間隔に来る。大抵の場合、交互に来る。駅周辺には目立った建物はない。駅の周りは A40 との交差点があるということで、一方通行道路にある。駅の目の前には、 バス停がある。このバス停からは、ルート260と、ルート266、ルート 440, ルート487のロンドンバスが出ている。440は、ストーンブリッジパーク駅とガナズベリーパワーロードを結んでおり、約10分間隔で走っている。266は、ハマースミス駅とブレントクロス間を約7分間隔で24時間走っている。なお、 266のブレントクロス行きのバスは駅の目の前から出ているが266のハマースミス行きを利用する人は地形の関係から歩いて100メートル東側にあるバス停まで歩かなければならないのである。また、駅の南にある A42 ルート95が止まるバス停がある。ロンドン交通局ロンドン地下鉄セントラル線ウェイスト、ライスリップ市線ハンガーレーン駅。 ノースアクトン駅イーストアクトン駅イーリングブロードウェイ支線ウェストアクトン駅ノースアクトン駅イーストアクトン駅 ABC マルチイヤー,ーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセージ、データロンドン交通局2015年3月31日閲覧ありがとうございます